Oh my goodness, so many good things. Oh my goodness gracious. Oh my goodness. No, oh goodness. Oh my goodness. はい、お待たせしております。次のゲームタイトルでございますが、野生動物運動会。こちらも解説の方いらしております。解説、ゆきのすけさんです。どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、コメントをしていいのかな？声小さいとか特になければ。大丈夫そうかな？はい、大丈夫かと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。します。このゲームは、ホールバードさんという海外の方が作ったゲームで、野生動物シリーズの2作目になります。で、このゲームは野生動物が運動会をするという、まあ言ってしまえばそのままのゲームなんですが、このゲームは前作からの新しい、要素として、ワニオという新しいキャラクターが出てきます。今回はこのワニオを倒すことが目的となっています。このゲームは8種目をプレイするゲームなんですが、この8種目が100点満点かける8で、合計で 800% が満点となっており、ゲームをクリアするにはそのうち 600% で、正確には 596% あれば十分なんですね。で、今回、コメント欄にもありますが、今回 EST が5分となっておりますが、世界記録は5分超えてるんですよね。あら？だもしかしたら、ワイルドアニマルスポーツデイっていう僕が知らない全く別のゲームの可能性もあるのかもしれないと思って、実はちょっと今ビクビクしてるんですが。なるほど。世の中にあのゲームが2つも。もしかしたら世界記録を更新するかもしれない。で、今回、奏者さんの、誰さんだっけ、エピックドゥガイさんですかね。はい。そうですね。この方も特に、スピードランドコムとかに記録が残ってなくて、完全に実力が未知数なんですよね。なので、はい、私も一応このゲーム走ってるんですが、ちょっと楽しみというか、何をするのか、ドキドキしています。楽しみですね。600% じゃなくて、エニーパーなのか確かに不思議なところですね。普通は 600% とか、600%、かっこいい 2% とかって表記されたりしますね。まさかの600関係ないエニーパーセントを突っ切る可能性が？もしかしたらバグでエンディングを呼び出したりとか。このゲーム、まあ、見ればわかるんですが、すごいゲームですね。まあ、グラフィックが、ちょっと一昔を思い出させるようないいグラフィックだったり、味のあるグラフィックでしたね。あとは物理法則をいろいろと無視していたりとか、結構見ていて楽しめるかと思います。楽しみですね。僕もこのゲームはプレイしましたが、あのスチームで購入して、早速ね、高評価をつかせていただけたいいゲームでした。いいゲームでしたね。このゲーム、一つだけ普通に評価されてるところがあって、音楽がいいんですよ、はい。BGM 良かったですね。BGM、ネットから拾ってきたのか、それとも作曲されたのかわかんないんですが。作曲されたんだったら普通にすごくセンスがいい BGM だと思いますね。
一応 YouTube に、前作の野生動物のレースというゲームは、サウンドトラック的なものがあるので、よかったら聞いてみてはどうでしょうか。おー。あ、そう。このゲームは、何回か、そのストーリーモード、あ、出た。出ましたね。あ、よかった。いつものやつですね。いつものだ。これですね、安心感のあるタイトル画面です。というわけで、もう始めちゃうのかな？そうそう。そうそう。解説を挟むのかな？まあ、先ほども言ったように、800% のうち、600% 取るテゴリーで。まず、このスタートをしたらキャラクター選択画面に移るんですが、カバー、ゾウ、キリン、サイ、ちょっと待って、カンニングします。キリン、シマウマ、ゾウ、カバー、サイ、ライオンの6種類の野生動物を選択できて、まあ、ほんのちょっとだけ、性能差があるんですが、基本的にはない。どれを選んでもいいみたいな、そういう感じですね。あ、これですね。キリン選びましたね。ここのチャレンジをして、あれ？ここか。ここを押してタイマーストアですね。最初ダーツ、ここの真ん中は、テントウムシ的なものが張り付いているので、ダーツを刺しても0点になっちゃいますね。はい。なのです。20のトリプルっていう場所を当てていけば、いい点数がもらえますね。こうやってワニオが回してくるので、偏差打ち的な、まあ先を見越してみたいな、そういう感じで打つといいですね。88%。で、ダイビング、これは、こうして、こう。水に入った時の角度がポイントで、特に高さとか関係ありません。回転の回数とかも特に関係なく、垂直であればあるほど点数がもらえます。後ろの動物たちが採点してくれるんですね。いいですね。いいですね。95% めちゃくちゃうまいですね。おー。ギスキー。ここは旗と旗の間とかダイヤを取ることによって点数がもらえます。ある程度法則あるんですが、やっぱり RTA なのでできるだけ左右移動を減らすことがポイントになります。で、最近この野生動物学会でこのスキーにちょっとした動きがありまして、ジャンプ台を乗れば乗るほど加速するっていう、そういう発見があったんですね。お。まあ、ジャンプ台の位置とかも運なので、ああ、白熊当たっちゃいましたね。この白熊当たると減速しちゃうので、RPA として当たりたくないですね。まあ、これは結構運なところがあるので仕方ないです。いいですね。今回一発勝負なので、結構安定取ってますね。69% で。まあまあ、一発投資なら十分です。で、あ、これ体操ですね。体操は、時間と点数の効率が合わないので、さっさと終わらせます。で、トランポリンは、あ、これは普通にやってますね。実は別の方法があるんですが、これは、背景にある、まあ、矢印があるのですが、その方向に回る、競技となっています。そう、全押しチャートって今コメント欄にありますが、全押しチャートというものがありまして、その回転の方向、すべての方向を同時押しすることで、すべての判定を無理やり取るっていう方法があるんですが、
それだってトランポリンに頭からとか着地したとき、立て直しが難しいので、最近はこうやって普通にやる人が増えつつあります。だいたいこの BGM が この鳴っている BGM が一周したときに終了しますね。いいですね、89%。次がハードル。これは単純で、低いところ、一番低いところが一つだけあるので、それを飛び越えるというゲームですね。これ引っかかると、5% 減点、5% 減点となるので、まあできるだけ引っかかりたくない。あ、演出スキップの話がありましたね、今コメント欄で。演出スキップというのは、このゲーム、競技名が出るときに、ボタンを押すと、飛ばせるっていう、なんと言うんだろう。まあ、そういう技というか、短縮技があって、今、そうです。小技みたいな感じですね。それが今、このゲームの攻略記事を書かれた方が、多分最初に発見したんじゃないかなっていう感じなんですけど。で、次テニスですね。これは、いかないな。これです。位置を調整して、後ろに下がって、ポンと。で、これでまっすぐ行って、下がって、まっすぐ行って、下がって、5点先取で勝利です。で、これが棒高跳びですね。これは一応攻めチャートがあるんですが、さすがに一発落ちがやんないですかね。いいですね。これで、1点獲得。3回で終了となります。なので1回 33.3333 みたいな、そういう感じです。で、攻めチャートというのが、棒を上に掲げて、棒を押して、このゲーム、この競技は、まあいろいろといっぱいの判定があるんですよ。それを無理やりと超えるっていう。いいですね。3回とも無事にクリアして、これは 600% 足りましたね、多分。どうかな？ありません。当然のようにエスティメートを超えていきましたが。どうでしょう。あ、いいですね。これで倒して文字が出た瞬間にタイマーストップかな。はい、これでタイマーストップです。おお、で、ゲームで王になっ、ワニを倒して王になったキリンが天へ飛んでいきましたっていうのが本作のストーリーです。これ以上もこれ以下もありません。というわけで、どうでしたか。すいません、結構棒読みになっちゃったかもしれないんですけど。いえいえいえ、ありがとうございました。やっぱいいゲームだな、このゲーム。このゲーム、攻略記事があるので、ちょっとすみません。こちらの URL 貼っていただけますか。はい、承知します。もっと理解したい人は、これを読んでほしいんです。ぜひこちらね、ご覧ください。この記事めちゃくちゃわかりやすいので、ぜひ読んでいただきたいです。で、そして今コメント欄でありますね。宣伝なんですが、今度 RPG in Japan というイベントで、このゲームを走ります。僕が走ります。4人編成、結構豪華なことになっています。僕と、くすいさんという方と、その先ほどの記事を書いた若さんという方と、あと今、世界一を取って、speedrun.com のモデレーターにもなっている、くすいさん、そして解説はジンさんとなります。はい。おお。そんな感じですね。はい。僕からは特にもう大丈夫です。はい。わかりました。では、解説、木之助さんでした。どうもありがとうございました。すいません、ちょっとグダグダになっちゃいましたが、ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次のゲーム続いて準備してまいりますので少々お待ちください。Always rearranging.